リーチで終わるかな。多分さっきみたいなサンダー戦の前のミス、ユナイトを貯めてるんだけど、そのユナイトの無駄遣いをしてるのがやっぱダメなんだろうね。味方のためになってないんだろうね。サンダー戦でさ、せっかく貯めてて、でお助けバリアをつけることによって味方にシールをつけれるのに、これを無駄に使ってるわけよ。そこがすごくなんか申し訳ないなーっていうところだね。はあ、リザードン、カメックス、御三家揃ってんのか。リザードンだね。一瞬で消されるからな。特にカジリガメ戦がね、協力できないとやばいね。レベルを上げて、速攻カジリガメ取り行くか。連続系の攻撃持ちは強いよね。え、ちょっと待って、君真ん中選択しなかったじゃん。やめてくれそういうのマジで。まだマスターであんなことしてる人いんの？うわー、まあ確かに経験値もらえるのよ。同時に倒すととかね、いろいろあって。でもあれはまあでも案外今の倒せてたおかげで、8分半ちょっとユナイト覚えるまでガンガン上げよっか。でカジリガメ編使えるように。おいユキユさん、どすこーい。元気やね。あーなんか今ので元気出た。ありがとうね、遅くにね。上が、
わあ、月光がいたのか。結構レベル上げ、一緒にレベル上げよう。うわーいい攻め。あーやっぱリザードあれ強いねー。これが強いのよ。うん、逃げる。うん、うまい。あぶなあー、これは完全に装備のおかげ。あー、カメックスユナイト貯めたいだろうね。これどう？倒さなくていい。ありがとう、援護してくれるみたいだね。ナイス、上進んだ。まあ多分ね、浮きすぎんなよっていう意味だと思うんだよね。イエーイ、タイミングバッチリ。
うわ、完璧味方。よっしゃー、やったーやったー。あ、今日もペロマフラー使ってますね。たまにウサギちゃんとか四角いマンションみたいなポケモン強そう。あー、岩パレス、あれは使い方次第では強いです。これでこれでこれでやっとあー、ありがとう。マジでみんなうまかったー。あー、いや、ちゃんと月光岩の仕事もできたわ。イエーイ。はい、ということで、ソロマスター達成でーす。やったーあー、風水くんに自慢しよういやー、スプラで言うところの X だね。いや、今日行くと思わなかったね。それで1時間ぐらい延長してるけど、いや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 、ちょっとこれは記事まとめようということで、そうですね、長時間見てくれた方も中でたくさんいたみたいで、ご視聴ありがとうございました。まあ、引き続きまたソラとかね、ポケモンユナイトとかいろいろランク負け頑張りたいと思いますので、よかったら応援しに来てくださいということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。じゃあまたねー。